ここでは等差数列の和の最大や最小について勉強していきますこの問題の解き方とその意味を確認していきましょうまずは復習の方のための略解ですこれを見てもね意味がわからないという場合はここから一緒に授業を確認していきましょうではいきます今回の問題ですが新たに学ぶ知識はないですこれまでに学んだ知識を使って解いていくつまり考え方方針が大切になってきます で今回のようなですね初項から第何項目までの和が最大となるかとかね最小となるかっていう問題ではここに書いてる方針の考え方がとても大切になりますまずこれについて詳しく見ていきましょうここにですね初が7でさて、えー、この和を足していった時にですねどこまで足すんが最大になるでしょうか というとここまでですね。この一のとこまで足せば全部足していったときに和が十六となって最大となります。この一個手前の三までやとこれは最大にならないですよね。実際七たす五たす三をすれば十五ですがこれは十六よりちっちゃいです。だってそれはそうですよね。この十五にさらにプラス一した十六の方が大きいのは当然です。 でさらにです、ね、この16からもう1個マイナス1を加えたらどうなるか当然16プラスマイナス1なんで値はちっちゃくなって15当然最大にはならないですよねつまり今回の問題では一見当たり前に見える正の項を足すと和は増えるよ負の項を足すと和は減っちゃうよっていうこれがすごい大切なんですね。この今の今簡単な具体例で見たように正の項をギリギリリまで足しときに和の最大になるんです この7531-1っていうのを見てください。正の項のギリギリここですね。マイナス1は負の項です。この正の項であるギリギリまで足したときに和は最大になっているんですね。じゃああと僕らにとって大事なのは、そんな正の項のギリギリを一体どうやって考えるんだっていうことですよね。でそれには一般項を使います。一般項を n の式で表して、それを代なり0っていう不等式を使えば、あとはね、それを解いてしまえば。 一体何項目がが正ののののギリギリリかっていうのが N の数字で出てきますもんね。で、過去にのような初項から第何項目までの和が最小となるかという場合でもほぼ同じ考えをしますつまり正の項を足すと和は増えます負の項を足すと和は減るんですから和を最小にしたければ負の項をギリギリまで足したらいいじゃないかというふうに考えるんですねこれが簡単な具体例です初項がマイナスなのでね交差がプラス2の等差数列です これどこまで足すと和は最小になりますでしょうかっていうとこの負の項のギリギリまでここが最小マイナス16和がマイナス16で最小になってますよねその一歩手前でも一個通り過ぎちゃっても正の項になってしまうとね値が増えちゃうんでこれはね最小にはならないとですからこの負の項をギリギリまで足した時に和の最小っていうことがわかるんですね じゃあその負の項のギリギリはどう考えるかというと同じく一般項 N の式で表してそれを小なり0っていう不等式を作って解いていけば N の数字が出てくるっていう考え方をするんですね。でこの大切な考え方の回答をね見ていく前にですねもしかしたらこの問題和を2次関数で表してその最大最小で考えたっていう方もいるかもしれないです。 でそれはそれでね、2次関数のことをすごい深く理解できててね、素晴らしいことなんですが、やっぱり実際計算されて分かった通り、相当複雑なんですね。で、このやり方も後でちょこっと触れますが、やはりここではこの考え方が本当に大切なんでね、もう絶対にこっちの考え方でいくようにしましょう。では具体的な回答を見ていきましょう。まず、過去1ですね。初項が100、交差がマイナス3の等差数列において、初項から第何個目までの和が最大となるかと。 もう方針は先ほど確認した通り1つです一般項大なり0正の項をギリギリまで足し続けようということを考えるんですねですからまず一般項を求めようとなります一般項は初項足す交差 ×n-1 でしたよねだから初項100足す交差 -3×n-1 を計算すれば -3n+103 となりますでそんな一般項 -3n+103 が大なり0となる範囲を考えるんですねどこまでが一体正なんだと この不等式を解いていけば n 小なり3分の10 3となりり分のとますで。このままじゃね何項目か分かりにくいんで34と3分の1という形にしますで大切なことはこの n っていうのは項数のことなので当然自然数ですよね何項目っていうやつやねんから。ですから n は34と3分の1項目よりちっちゃい時に正になるっていうことが分かったんですが n っていうのは自然数なので和が最大となるのは34項目まで足した時だっていうことが分かるんですね。 実際 A の34項目っていうのはこれは1になります計算すれば35項目はマイナス2となって風になるんですねですから35項目まで足しちゃうと封を足すことになるんで最大にはなりえないんですねよってね34項目までで最大となるということが分かったんであとは等差数列の和の公式を使ってその具体的な値を出します 初項100足す末行34項目の1ですねかける項数3 4る2計算すれば1717 17となってこれが最大だということがわかります OK でしょうかではここでですね括弧位置の別解も見ておきましょう方針のとこでちょこっと言った和を二次関数の形で表してそれで最大最小を考えるという方法です N -3N 項は n プラスで表されますよね。ですから初項から N 項目までの和っていうのは初項を足す N 項目かける項数割る2この式で表されることになります。でこれを頑張って計算すればですねマイナス二分の3 n × n く6分の2 0三3の2乗足す6分の2003の2乗,分のの2乗かける2分の3というこういう式が出てくるんですね。 でこれはどんなグラフかっていうと二次関数のグラフです。そしてここがマイナス2分の3ということを考えると上2つのグラフです。で頂点の x 座標は3 6分の203ですね。で頂点の y 座標はこれですがもうちょっと書か換なかったです。つまり n が3 6分の203の時にこの値はね最大になるということがわかるんですが、ただ今回 n っていうのは整数ですよね。ですから3 6分の203は使えないです。 じゃあどうするかというと6分の203は33と6分の5ですよね。だここが33と6分の5とわかります。じゃあ33と34どっちかが最大になりますよね。でどっちが最大かなっていうとこれは33と6分の5なんであと6分の1ちょこっといけばもう34です。33には6分の5戻らないとダメなんですね。 じゃあ上側になるのは当然6分の1この6分の203に近い方が当然上になりますもんねですから n が34の時に最大ということが分かるっていうことをしないとダメなんですねで見ての通りこれ本当大変な方法ですしね計算ミスも起こる可能性もあるし時間もかかるんでやはりこのマイナス足1 0 3大なり0でもね n が34までがギリギリ正の項のギリギリだって判断するのが一番いい方法ですでは次確保にも見ておきましょう 次は初項から第何個目までの和が最小となるかっていう問題ですね。最初を知りたければ負の項を足し続ければいいんで一般項小なり0を考えて負の項のギリギリを調べればいいんですね。じゃあ一般項はどうなるかっていうと初項を足す交差 ×n-1 でね計算すれば5 n 6 7ということが分かります。 でこの不等式を解いていけば n 小なり5分の67ですね。で5分の67ではこれは何項目か判断しにくいので13と5分の2という形にします。よってね n が13と5分の2項目よりちっちゃい時は、えー、負になるということは分かったんですが13と5分の2項目なんてないんですね。n っていうのは自然数ですからですからこれは13項目までが最小となるなということが分かります。 実際13項目の項を調べてみるとマイナス2ですね14項目になると3となってプラスになっちゃいますのでこれを足しちゃうと最小にはならないですよねですから13項目までの和が最小でその値はどうなるかというと初項のマイナス62と13項目のマイナス2今計算しましたねかける項数1 3る2計算すればマイナス416と分かってこれが和の最小値になるということが分かるんですね OK でしょうか はい、といとうことでここでは等差数列の和の最大や最小について勉強しました。どうでしょうか理解できましたでしょうかね。あとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題類題にしっかり練習しておきましょう。